ラグジュアリークラスの LHB 客車。LHB 客車は2003年以降インド鉄道が導入している客車の総称である。ドイツの車両メーカーであったリンケ・ホフマンとの技術契約によって設計が行われた。イギリスから独立後の1949年、それまで各地の鉄道が独自に製造していた客車の標準化の実施が決定し、 スイスの軽量客車の技術を用いた、構成客車の製造が行われることになった。それ以前に使用されていた、木造、構成客車と比べて、乗り心地や快適性が向上したこれらの客車は当初、スイスから輸入され、1955年以降は、マドラスに建設された、インテグラルコーチファクトリーによって製造が実施された、ことから、ICF 客車と呼ばれていた。 座席者のみならず寝台車、食堂車、荷物車、電源車、2階建て客車など様々な用途に応じた車両が設計され、2015年の時点で5万両が作られた。一方で1993年以降、列車の高速化を進めるインド鉄道は、設計最高速度が時速 140km である ICF 客車に代わる軽量客車の模索を始めた。 そして1995年にインド鉄道はリンケ・ホフマンと車両製造に関わる技術提携を結んだ。そして2002年12月に最初の車両が出場したのが LHB 客車と呼ばれる一連の客車である。車体長は 23,500mm と ICF 客車よりも長くなり定員数も増加している一方、車体は 軽量ステンレス鋼やアルミを使用しているため ICF 客車と比べて10%の軽量化が実現している。営業最高速度は時速 160km だが設計上は時速 200km の運転も可能である。台車はフィアット製のボルスタレス台車を用い時空受けにカートリッジペアリングを多数使用していることによりメンテナンスの簡易化及び信頼性の向上に 貢献している。また安全性も向上しており、振動防止装置や、車体のクラッシャブルゾーンの設置が行われているほか、荷棚のワイヤーロープや座席、トレーの構造など車内各部も怪我を抑制する、設計が取られている。ブレーキについては、ICF 客車など、旧型車両に採用されていた真空ブレーキに加えて、信頼性に竹高速運転に適した空気ブレーキを、 採用しており、一部の専用塗装を除き、真空ブレーキを使用する客車は赤色、空気ブレーキを搭載した客車は青色を主体とした塗装を用いて区別が行われている。LHB 客車は、車内の電源供給方式の違いから、集中電源方式と分散電源方式の2種類が存在する。そのうち集中電源方式は編成の両端に、 電源車を連結しそこから全客車へ電源を供給する仕組みとなっており、ラージダーニー急行やシャターブ D 急行、ダブルデッカーエクスプレスなどに用いられる。以下、主要な LHB 客車の車種及び所元を記載する。2003年12月にムンバイニューデリー間のラージダーニー急行で営業運転を開始したのを皮切りに、インド鉄道の後期区間の各地に導入が進んでいる。 初期の車両はドイツから輸入されたが、それ以降はカプールタラーに本社を置くレールコーチファクトリーで生産が実施され、2009年以降はインテグラルコーチファクトリーも製造に参加している。製造は早いペースで実施されており、2013年から2014年にかけてレールコーチファクトリーで製造された LHB 客車の総数は1701両にも及ぶ。 また、製造車種も優等列車に使用される冷房車や、非冷房の座席車、電源車、荷物車、郵便車、2階建て客車など多岐にわたっている。これに伴い、ICF 客車の製造は2018年1月19日をもって終了した。インドのみならず、他国にも輸出が行われており、2016年には、バングラデシュの国鉄にあたるバングラデシュ鉄道向けに、 1> 計1 2 0両の LHB 客車を製造する契約が結ばれている。ありがとうございます。